皆さんこんにちは、産婦人科医の高橋れなです。いつもご視聴ありがとうございます。コメントもありがとうございます。本日もコメントに返信をしていこうと思います。笹本さん、コメントありがとうございます。はじめまして、いつも更新楽しみにしています。私は16年ほどピルを飲んでいるのですが、数年前にフリベル ULD に変えたところ、今年に入って休薬期間中に生理が飛んでしまうことが2度ありました。これまでずっとピルを飲んできて生理が飛ぶことが一度もなかったので少々不安です。ちなみに妊娠の可能性はなく、翌月にはまた普通に生理が来ました、ということです。ご質問ありがとうございます。フリベル ULD って超低用量ピルです。ウルトラロードーズの略で ULD っていう風になってるんですけど、他の超低用量ピル、例えばヤーズフレックスとかジェミーナとかも超低用量ピルなんですけれども、結構超低用量ピルの特徴として、休薬期間の生理がものすごく少なかったり、生理が来る期間なのに生理が飛んじゃう、出血が全くないっていうことは結構あります。超低用量ピルだけじゃなくて、低用量ピルでも人によっては起こる可能性があるんですけれども、まず一番心配してほしいことは妊娠してるかどうかっていうことなんですね。やっぱり今までもお話ししてますけど、ピルっていうのはすごく避妊効果が高いお薬ではあるんですけど、完全な 100% っていうのは他の避妊法も含めてありませんので、やっぱり妊娠してないかっていうのはまず心配であれば、妊娠検査薬、普通の市販のでいいのでしていただきたいなと思います。心配であれば婦人科に行ってもらいたいんですけれども、おそらく子宮内膜って言って、子宮の内側にある生理の周期で分厚くなって剥がれ落ちる内側の膜があるんですけど、そこが多分すごく薄っぺらくなってるんだと思います。ちょうどその休薬期間、ピルをやめてる時期に生理が来ないですっていう人の超音波検査をしたりすると、子宮の内膜がすごく薄っぺらくなってます。これはですね、ピルを長期間飲んでるとだんだん子宮内膜が薄くなって、私前自分の検診の動画を上げてそこでもエコーをお見せしたんですけど、すごく子宮の内膜がペラペラになってるんですよね。でこれって悪いことじゃなくて、ピルの効果がちゃんと効いてますよっていう証拠なので、ある意味出血がなくてラッキーって思ってほしいなと思います。もちろん例えば避妊も一緒にしたいという人だったら出血ないと心配になっちゃったりはすると思うんですけれども、そういう心配がない方であればラッキーだなって思っていただきたいなと思います。あとは本当に 100% 絶対避妊したいっていう方であれば、ちゃんとゴムをつけていただくと性感染症の予防にもなるし安心ですね。なので結構こういうご質問って多いんですけれども、ちゃんと婦人科で検診受けてたりとか、妊娠の心配とかなければ心配しなくて大丈夫です。前に結構って思った出来事があったんですよ。他のクリニックで超低用量ピルを処方されてて、休薬期間で出血が来なくなっちゃったんですって。特に妊娠の可能性とかもなくって、ちゃんとエコーとかで見て問題なければ基本的には様子見でいいですよっていうふうにお話をするんですけれども、なぜかそのクリニックの先生は出血が来ないと子宮が小さくなって影響があるから一回やめましょうっていうふうにその人に言ったんですって。それでその人はやめたんですけど、ずっとそれまでゴムをしてなくって、いきなりゴムをするっていうのが難しかったらしくて、そういう行為をしてしまって、やめた途端に妊娠してしまったっていう人がいました。いましたというか、こういうこと結構あるんですよ。なんでそういうこと言っちゃうのって産婦人科の先生に言いたいんですけど、ただやっぱりピルをやめたらそういう妊娠の可能性は高くなってしまうので、ちゃんとゴムをするべきだとは思うんですけれども、休薬期間に出血がないからといって、妊娠もしてないしエコーとかで問題なければ、基本的にはそのまま飲んでていいんですよね。なのでなんでその人がピルを飲んでるか、どういう目的でピルを飲んでるかっていうのをちゃんと医師側も把握しておかなきゃいけないし、またピルをやめた時にはすぐに妊娠の可能性があるから、ちゃんと避妊をしましょうっていうのはお伝えするべきだなと思います。なのでこういう事例もあったりしますけれども、休薬期間に出血がないのはあんまり心配しなくていいかなと思います。ご心配であればね、ピルをもらってるってことはどこかかかりつけがあると思うので、そこで相談をしていただきたいなと思います。でも結構あることです。ただ結構あることとか思ってずっと飲んでたりすると、何か病気が見つかったりすることもあるので、最低限2年に1遍の子宮頸がん検査は必ずしてほしいのと、あとたまに超音波検査とか見てもらったりするといいかなと思います。本日はこの辺で終わりにします。今日の動画が役に立ったなという方は評価お願いします。コメントもお待ちしております。それでは産婦人科医の高橋れなでした。またねー。